はははいといいいいいとととととうううこここででででどうももんにちはコージですすすでですねね本日日日やっていきたいと思います今日は3月30日です、ね、残すところあと1日でもう4月に入るわけなんですけどもだんだんですねいろんな各社会世界ですかねいろんなフランスのデモとかねかなりこうヒートアップしてきてるっていうことで、まあ、世界がこうだんだん荒れてきてるなというふうに感じるんですけども、まあ、そんな中でもですね AI トレーニングの停止を求めるっていう、まあ、専門家がですね あのイーロン・マスクとかも含めるんですけども、まあ、いろんなそういう研究者みたいな人たちがですね署名をして AI をですね研究開発するのを少なくとも半年間中止する必要があるということでそういうニュースが出てきましたまあこれはですねそのチャット GPT のねあのこういう影響とかがあってここ最近ですねオープン AI っていうのは一気に競争力が増してきてるんですよ。 で、これはですねいわゆる何かっていうと、まあ、倫理的な問題とかですねあとはその法整備とか、まあ、それこそね道徳的な問題ですとか、まあ、こういったものがですね決まってないんですよ制定っていうかそういう、うん、規制されてないんでこれがですねその影響力を持ったまま一気にいろんなところでいろんな会社が「もっと素晴らしいこれにくっつけてみた」とかね例えば動画にチャット GPT の機能を が、全部くっついて、もうこのように編集してください。っていう風にやったら、もう勝手に全部自動で編集してくれるとかね。まあ、そういったことがね。一気に広まると一気に雇用が減るんですよ。だからこういうね。ものすごい脅威があってまあ、一旦止めなきゃならないということにね。なるわけですよ。これもですね。まあ、今までお話ししてきたマガマガというものが生まれて。 一旦、お、やばいなっていうところまで、こう、振り切っちゃって、それをですね、正すようにね。直して修正していくっていうようなね、こういう作業とか。になるわけですね。なので、まあ、引き続きですね、人工知能っていうのはね。まあ、こういう署名活動をしたとしても、やっぱりそこに署名しない。人たちもいるわけで。例えば、あの、イギリスなんかはですね。あの、逆に、そういった規制みたいなものを排除して、もっとね。活発的になっていくんで。まあ、僕はですね、この半年間ね。 止めるべきだっていうふうに言ってても、その中でもそれを無視して、いわゆる競争ですからね、金利オンズっていうのは競争ですから、そういったものを無視してですね、もっとすごいシステムを作ってくるみたいなね、そういう企業は出てくると思います。まあでもこれはですね、僕らもね、利用者としてっていうよりも、もうこれから先ね、同じ人工知能を活用していくっていう意味では、まあ同じ位置にこう立ちながらですね。 どうやって扱っていくかっていうのは、まあ、これは考えていく必要性が大いにあると思います。ということで、まあ、AI トレーニングの停止を求めたっていうことですねであともう一つですねちょっと気になるのがあって、まあ、トランプ政権の支持者なんですかね所得税を廃止するっていうことに対してねあのそういうのがあの可決してるわけではないですけどもそういったことにこう動き出す人たちがこうアメリカでは そういう動きになってきたっていうことで、まあ、喜んでる人たちがいたんですけれどもそれをですね、まあ、ちょっと根本的にどうなんだろうと思ってこう調べてみたんですけれどもアメリカがですねその所得税をね廃止できるようになるには条件があるんですよ。っていうのは所得税を廃止したっていう国って今までちょいちょいあるんですけれどもそれはですね共通してる点があって何かっていうと豊富な天然資源とかがあったりするんですよ石油とか天然ガスとかね。で それらをいわゆるそう輸出していくっていうことが盛んになることによって国家収入がまあ増えるっていうそういうのを獲得してあの所得税の収入っていうのが不要になるっていう実質不要にしていくようなぐらいに収入があるっていうような状態を作るっていうことですねあとは所得税を取らない代わりに他の税を上げるっていうものなんですよだからこういった面を考えていくとアメリカのね性質を考えるとアメリカは言うなれば 軍需産業なんですよだから世界各国でドンパッチがあればまあ、NATO に加盟しているものとかあとは平和条約を結んでいるようなね国っていうのは流れるようになってるわけですよアメリカの方にね。だからそういったところから収入源を増やすかもしくは株式市場もそうですけどもアメリカのね国債とか支えてるのって日本もかなり大きいですから、まあ、いわゆる日本のお金がですねだいぶ流れてるわけですよ。だからよくね 日本のお金が海外に流出してるとか言うじゃないですかまあ、その代表例になる部分が、まあ、アメリカなんですよだからそれを考慮した上で考えていくとアメリカで所得税廃止っていうものを成立させるにはそれなりの確保する題材があってこそなんですねなのになぜか日本人がアメリカの別にいいんですけどもなぜそのリスクがね逆に日本のリスクが高まるわけですよいろんなものが全部流れていく軍事費と,とかもね 全部流れるわけですよそれで例えば日本の所得税がなくなっていくって話だったらこれは別に喜んでいいと思うんですけどもなんで日本人なのにアメリカの出来事に対して喜んでるのかなっていうのがすごく不思議でまあ、それでね、まあ、今回これを調べてたんですけどもだから根本的に考えていくとねなかなかその日本に対しての恩恵という意味では成立するのはね成立するっていうか喜ぶにはまだ早いかなというふうに思うんですよ。で そういう人たちのですね、あのー、いろんな話をですねちょっと耳を傾けてみようと思って、まあ、いろいろ見てたんですけども量子金融システムが出来上がることによってもう今までの全ての、あのー、搾取してきてる社会が終わってっていうようなねなんかちょっと飛び抜けたお話になるんですよ。でこれもですね根本的なお話し,しますと人間の道徳的災配のコントロールがなければ技術は進化しただけであって。 優勝になっただけでであって根本のシステムは全く変わらないんですよだからなんで僕らに今 AI 人工知能が降りてきたのかというとトップの人たちはそれ以上優れた量子システム量子ビットを使ったその技術によってはるかに今の僕らが持っている人工知能よりも優れたものを持っているから僕らに民間に降りてきてるわけですよ AI みたいなものが。で この量子金融システムっていうものはその量子ビットの技術を使った金融システムの方になるわけなんですけどもこれも結局いわゆる計算処理能力がめちゃくちゃ優れて速くなるだけであってその世の中の問題点とかを瞬時に今までよりも早くもちろん処理はできます。でこれこれこういうふうになるだろうっていう計算予測とかもできる。でもこれは、 スピードの話でそれぐらいに早く処理できてこういう問題の解決の糸口が見えるっていう風なだけであってでもこれをどこに活用するかっていうその人間のいわゆるだから道徳的な采配がない限り変わんないわけですよだからじゃあ今まで僕らが人工知能はなかった時代この人工知能っていうものが優れた技術として誰が持っていたのかというと国であったり機関であったりものすごい優秀ななんとかファンドとかねそういうまあいわゆる銀行 系の人たちなんですよでその人たちが何をしたかっていうとそれを駆使して一般個人投資家をまあ、食い物にしていわゆる格差を作ったわけですよだから富の独占みたいなものになっていったわけじゃないですかこの構造は変わってないんですよだからその人たちがより量子ビット技術を使ったもっと優れた処理能力がその人たちが持っていて で、今まで使ってたおみたいななものが僕らに降りてきてきるだけなんですよ。これをちゃんと考えていかないと量子金融システムができてこれはもちろんすごく素晴らしいことですけれどもやっぱりそれも今回のこの AI トレーニングの停止を求めてるみたいに規制とか倫理観って何だろう道徳観って何だろうかっていうところにちゃんと踏み込んでそういう動かす人たちがその采配をコントロールしていかない限り世の中は変わんないわけですよ。だから、 そのトランプを支持してる人っていうのも、まあ、言うなればね平和を願ってのことなんで別にあの文句を言うことでもないし僕が批判するものでもないんですけどもそれはちゃんとそういう担保があるのかなっていうこれこれこうだからこういうふうになるんだよっていうところが見えればいいんですけどもなかなか見えなくて理想だけこういう技術ができてきたうわもうこれで完成だみたいな感じで喜んでる人たちも結構見てる限りは多いんで、まあ、もしこれに詳しい方がいらっしゃいましたらぜひですね僕に教えてくださいと。 ということで、えー、本日はですね、えー、気になるニュースをピックアップしてお話しさせていただきましたということでご視聴ありがとうございました。バイ